ルス駅外観、ルス駅外観。2015年、ルス駅、ルス駅構内、ルス駅構内、ルス駅は、ブラジルのサンパウロ市内にある鉄道のターミナル駅。サンパウロ都市圏鉄道会社が運営し、ルスはポルトガル語で、光の意。1867年に、イギリスが経営するサンパウロ鉄道の、サンパウロ駅として、 ボタニカル公園の敷地の一部に建設された。当初は1階建てのシンプルな建物だったが、1901年に時計塔を持つネオクラシック様式の2階建てに改築され、留守駅に名称変更。設計はイギリス人建築家が手掛け、建物内にはホテルや事務所、店舗などが入り、英国様式の壮麗な外観やエレガントな内装から、 サンパウロ市の繁栄のシンポールとして愛された。建設当時に約束されていた英国から、ブラジル政府への所有権の譲渡の日の前日である1946年の11月に、不審火による謎の出火があり、大部分が崩壊した。所有権引き渡しの契約書など、重要な書類も消失した。多くの市民が落胆する中、1951年に、 再建された。市内が見渡せる、時計塔とプラットフォームを覆う高さ25メートル、幅40メートル、長さ150メートルのドーム型の屋根が特徴で、現在も保存、利用されている。サンパウロ市側と建造物保存派が対立する中、再び大きな改築工事が行われ、2008年にサンパウロ市創立450周年記念 ポルトガル語の役割を様々な形で紹介するポルトガル語博物館も併設された。日本人のブラジル移民は船でサントスに到着し、汽車に乗って急勾配のインクラインを通過し、まずルス駅に向かい、そこから各地へ散っていった。そのため当たり駅は日系移民にとってブラジル定住の第一歩となる思い出の場所であった。 日本人に限らず多くの移民が同じルートをたどり、また現在もターミナル駅としてポルトガル語のできない多くの外国人を迎えることから、それらのシンポルとして、常日のポルトガル語博物館が当駅構内に設けられた。CPTM の7、10、11号線のほか、地下鉄が乗り入れている。2016年に、 新しい都市間電車が建設される予定で、その主要駅候補とされている。ABC レールウェイズ・オブ・ブラジルイン、ポストカーツスーベニール・アルバムス・カルロス・コーネ・ホイ、ジューオ・エミーリオ・ゲロデッチ、ソラリス・エディトリアル、0 0五世州の都市間、電車2016年までに観光予定、サンパウロ新聞、13、04、19。ありがとうございます。